聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。今日の11時に突如として現れたこの子をゲットします。まあ面倒なので編成は何にでも応用が効く顔です。やることは一緒、知らないステージならラーメンでゴリ押して敵に合わせてキャラを出してムートを飛ばす。ふふ、これって究極に贅を尽くした編成です。無課金で挑戦してる方には申し訳ありませんが、どっちも同じ攻略方法、メイン端末は育成順度が違いますから無茶が効きます。さあ最初は 12%、 余計なことをされる前に倒していきます。ちなみに次のロンドンでは 50%、 そしてニューヨークでは馬がボス。ステージ難易度はどんどん上がっていくので統率力200は正直厳しいです。時間をかけるつもりがないから簡単に済ませますが、機会があればちゃんとした編成で挑戦します。日本公演は終了。続いてロンドン、ここもサクッといきます。難易度は激ムズとのことですが、とてもそうは思えません。ガを倒すと一気にお金持ち、働き猫のレベルを上げて入金に備えます。メタルカバも超メタルカバもガオを編成に組み込んでいれば関係ありません。メタルカバはラーメンで削れます。ムート出しちゃいましたね。まあこれも一強、攻略は大変ですが、なんとなくですが欲しい狂乱のも猫、事務所の方針だかなんだかわかりませんが、妹のね猫ちゃんに対して危機感でもあるのでしょうか。おっと、そういえば今日は狂乱祭最終日、編集やら攻略やらで忙しいんでした。申し訳ありませんが、ナレーションはここまで。このステージガオが格好よく決めてくれるのでお見逃しなく。では失礼します。
さあ、ここまで見てくださったモニタの前のみんな、ありがとうございます。暇ができたら、この子の実践テスト、もしくは攻略をやり直します。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。
雑で申し訳ありませんが、結果報告でした。